1930年にブルノで開催されたスラブ女子詩展覧会のポスター、アルテンキルヒエンのスベントビトのレリーフスベントビトは、バルト海沿岸の西スラブ所属に信仰された神。日本では、神明の表記が非常に混乱しており、スブヤトビト、スバトビート、スバントビート、スバントビートなどとも呼ばれる。12世紀の聖職者ヘルモルドにより、神々の神と記されていることから、 バルト海沿岸のスラブ人の最高神だったという説もある。また、スラブ民族に古くから伝わる神が、スカンディナビアやゲルマンの軍神の要素を取り込んだものではないかとも考えられている。1169年、アルコナにおいて、司教、アブサロンがスベント人の心臓を打ち倒したスベント人の神殿は、バルト海の流言島北端のアルコナにあった。 そこで祀られていた心臓は8メートルもの高さの巨大なもので、東西南北の支配を象徴する四方を向いた四つの顔を持っていた。また、右手には酒を満たしたお牛の角を持っており、司祭が年に一度種の量を確認して、残量が多ければ、翌年は豊作、少なければ凶作だと占ったことから、スベント人は豊穣の神であったと考えられている。一方、スベント人は、 槍や、わしをあしらった気象などを付属物としており、この心臓の近くに剣やバグ、軍器も置かれていたことから軍神であったとも考えられている。戦闘の前にはスベント人の軍器が司祭によって戦士たちに示された。そして戦士たちは戦闘で得た金品の一部をスベント人に捧げたとされている。スベント人の神殿は12世紀まで人々の信仰を集めていた。 12世紀の歴史家、サクソグラマティクスの記したところでは、スベントビは白馬に乗って敵と戦うという。神殿には神の馬として一頭の白馬が飼われており、地面にたくさんの槍を立てた中をこの馬を通り抜けさせることで、吉強を占ったという。ありがとうございます。